てか、ああ、トータスさんがめちゃくちゃマットに見えるけどね。トータスさん視点で、不死身はほぼインポスターじゃないの、さっきの展望を切るって。こうまく活かせば勝てるんじゃないの。なんか、回線もちょっと戻る。わーおーよく行きましょう。切りやんかったな。ナイス、ナイス、ナイス。あぶね、致命傷だった。え？ねえ。あ、手で直しました。バイタル見ました。あ、オッケーオッケーです。2票に心当たりがあるな。僕です。ああ、そう。ナイス。いやー、結構いいボタン押しました。あれ、上。あー、いく。相当いいボタン。もう進まなかったいいボタンですね。あー、オラフプテハシ。いい考察。なるほど。もうその一言だけで進んでくれ。はい、奈良子さんの死体を、展望デッキで発見です、うん、まあ場所は配線の注意したぐらいかな、うん、あ、じゃあそれもどうぞ。ゲンさんの死体は除染のシャワー浴びるとこ。はい、で、トータスさん多分あれってどういう動きですか。いや、慎太郎くんがいたからとりあえずついていこうと思ったぐらいで、別に何もやけどそこに死体あったんやって感じ。あ、俺は、一応エレキ側から来てる。あ、ですよね。まあ僕、武器庫キッチン展望って感じで死体発見で、トータスさんがまあ関方面から来て、うん、一瞬展望に入りかけたけど武器庫にっていうような動きだったんで。あ、そんなつもりはなかったけど、普通に上上がっていくつもりだったけど。ああ、うん。まあその展望に入らないと死体が光らないっていうのはあるんで、別に僕目線トータスさんが怪しいってわけじゃないんですけど、一応そういう動きだったんで。じゃあ聞きたいんだけども、不死身屋ってどこから来てるの。僕はキッチンから石油で、キッチンから石油行くときにトータスさんとすれ違ってます、うん、ああ、そうなの。奈々子さんと一緒にキッチン脇です。まあ、富士宮が最後石油来てたんで、うん、全然富士宮も容疑者かなと思います。まあ、そう、源さん、奈々子さんの方は関われないけど、源さんの方は、うん、って感じやな。アルゲン、はい、アルゲン誰かがアーカイブ脇で、俺あ、トータスさんか、うん、トータスさんアーカイブからキッチンか、うん、行きますね。途中停電になったからそっち向かってた。エレキには停電は僕が直しました。でもそんな停電長くなかったと思いますよね。まあ2秒ぐらいになったと思います、うん、待機してたんで、うんうん、はい。どこ停電、あ、証拠右で、あ、証拠右。あ、でもね、僕目線トータスさんはね、多分やってはないと思いますね。キッチンから武器庫に入ってる動きは見てるんで、もしやってるんだったらそのキッチン席間で藤宮君とすれ違った後に一回展望でやった後にまたキッチンの右の方まで引き返して、またその上でキッチン武器庫って移動になるんで、やってはなさそうかなと思います。うん、僕は工藤さんの移動がめちゃくちゃ気になってます。脇は宿舎前でメインエレキって通って、バイタル一回チェックした時は停電が入ったぐらいのタイミング。で、最後貨物で終わってます。竹尾オラフで白取れてます。
え、ごめんなさい、工藤さんもう一回いいですか。脇が確か宿舎でメインエレキっていう通り道で貨物まで行ってて、停電のタイミングでバイタル一回見ました一瞬。あ、ちなみに僕はエレキ無限ガチャガチャだったんだけど、工藤さんは見てない。あ、多分合ってないと思いますね。僕ネロちゃんからヌーもらった後に宿舎でダウンロードしてからミーティングの一番奥のタスクやってる途中に終わりです。でドアがね多分閉まってると思う、宿舎前の。なんかわからんけど助かった。いや二人とも変な動きはしてるんだな。ああまあなんか会って出会ってしまった、あってなったよな。武器とコミュ前通路の間、どんどんで死んでる。慎太郎ネロ同射圏でお互い白。慎太郎クドに白出せますね、このキルは。クド丸さんとは一応昇降機左ですれ違ってます。誰かヌン乗ったよね、これ。はい。僕が行き乗って、クドさんが帰り乗ってんじゃない。あ、そうです。あれ、武器子とコミュ前通路の間。うん。2人で一緒に見てるから一撃損もない。じゃあちゃんがエンジンから行ったって感じ、そうそう。でエンジン側のドアが閉まってるから、うん、キッチン側武器庫側にしかいないと思う。弁当を含まないであれば容疑者はね。さっき言っとくと、まあ、藤宮武雄は無理ですね。はい、エレキで無限ガチャガチャです。うん、なんだっけ、発見した展望で発見した方のキルを考えたいです。はそれはまず俺が入るのと、慎太郎のセリフがあるかどうか、あと多分アルマの金庫弁当、この3択だと思う。うん、え、中野アルマの金庫弁当はないかな。あ、ないの。あ、金庫を僕とオラフ君がいたから。うんうん。でも今回のキルで、今はコミソボ中だよね。うん。で、まあ慎太郎ネロ駆動でまず3年白が取れてて、竹内が無理って言われたよね。はい。あ、駆動さんから僕後ろ出るよ。出るでしょ。どこでやりましたっけ。てかアーカイブとこか。そう、僕がヌン乗って、工藤さんがヌン乗って。じゃあ無理じゃない。今回に言えば、トータスさんかアルマ。ラインを追わないのであれば、その二人で大丈夫そう。ただ、初手の原産キルが、メインっていう情報を誰か出してましたね。ネロちゃんかな。ってことを考えると、そこら辺のキルに関われるのって、工藤丸プテハシの二人しかいないと思うんですが、うんうんうん、まあトータスさんは奥目線いけるけど、メインだったら、あ、いける。キルしてメインキッチンイベントあるから、あ、一応石油キッチンカーの通路から来るトータスさんとすれ違ってるから、トータスさんのキッチンイベントはない。てか、トータスさんがめちゃくちゃマットに見えるけどね。トータスさん視点で藤宮ほぼインポスターじゃないの、さっきの展望を切るって。だって直前で石油キッチン石油の通路間ですれ違ってるのに。キッチン石油間ですれ違ってるからね。まあ、俺プテクドのライン追ってるから、俺とプテハシローラーとかでも全然いいです。あまし。だって慎太郎は疑ってないから。ならプテハシさんから落とすか。あ、もう今回無理やんか。あ、コミサボ中、まあ、今回無理やけど。プテクドのラインやるから。まあ俺からでもいい。コミサボ中だから。あ、じゃあもう。プテハシさんから釣りからだったら。ボケ。なるほど。まあ、まあ、一応今回ボタン待機してて、鬼気をミーティングに残した状態で降りてるっていう。そうだね。俺が直したら一番スピリするかな、これ。うん。うん、いや、もうすぐ直してほしい。誰でもいいから。無理やわ。アルマ君や。何する？貨物は切れした。クドアルめっちゃ扉開けるの遅かったけど、あれは。アルマさんが先にいたので、俺は上ボタンを失敗しました。ああ、そういうあれか。僕は工藤丸さんが来てると思ってたから待ってました。うん、一応、小宮さんは藤宮が直してますが、はい、見てる。
アルマは一応途中で逆走してったから、いやもうやばいと思ったからボタンに行きました、まあ、クドワルがずっとコミソ前通路で対してるから富士宮も来たし飲めます。はい、富士宮くん目線でプテハシさんってさ、所定の、うん、原産切るのってこと？そうだね、うん、はんはん。でも工藤丸さんって貨物の方に確かいたよね、最後は初手の方。あ、初手はそうっすよ。奈良子さん切る展望だから、まあ、1ギスト終わるね。初手はそうだから、別にあのターンって停電開けた上で5秒以上は経ってたからだいぶ時間あると思う。あ、じゃあ初手の情報だけで行くのは危ないと思う、うんうんうん。まあ割となんか藤宮くんの議論に乗っちゃってロラ配置しちゃったんで、まあまあこれまででいいとは思うので、うん、で竹浦で初手キル2キル無理っていうのが出てて、うん、そう2キル無理、うん、で鬼からアルマも無理だから竹浦は基本的にインポスターは絶対ないでいいと思います。うん、うん、あ、それは初手で竹浦さん目線アルマくんも無理ってこと？いや、金庫弁当が使えないってだけ。あ、そうか。一応さんの鬼が金庫に入った時って、うん、全部閉まってました。宿舎周り宿舎脇で工藤さんが下下ってって竹オラフで金庫行ってたから、お、うん、僕はなんか宿舎ダウンロードした後に通った時に閉められたんですよ、ミーティングに上がろうとした時ぐらいに、うん、で全部閉まってるっていう証言をしました。その前にネロちゃんと、僕はアーカイブ脇にネロちゃんとヌンを交換して左に行ってるって感じです。まあ、でめっちゃ最初の方ね、それね、まあ、いい、俺初、初手で行ってるから。初手ってネロちゃんはどういう動きだったんだっけ？初手どうだったっけ？アーカイブは聞いて、昇降機右で停電直したみたいな。あ、停電直してたんか。そうそうそう。ネロちゃんは宿舎は聞いっすね。で、アーカイブインヌ。じゃあやっぱ基本的に七子さんのキルは無理だよね。うん、原作の方が書かれちゃう。ってなると、その慎太郎目線でトータスさんを、七子さんキル弾くんなら、やっぱ浮き一の工藤丸さんが必要かなと思ってる。まあ、せやね。あれ、ごめんけど、牛目役まではするから。うん、俺までローラーはいいと思います。うん、いや、夫人は結構来るだと思うけどね。あ、僕も来るっぽさはあるけど、ね、白いと思う。で、トータスさんのマット否定さえできたら、そう、まあより安心。ごめんな、今貨物脇やったから。シー様ってシェリフなんだっけ？あ、違う違う。あ、違う。普通のクリアでシェリフは。うん。うまく活かせば勝てるんじゃないの？ちょっと待ってくださいよ。辛い。死ぬのか。アーカイブにおったよ。何秒前ぐらいですか？何秒前？俺が見たんが、でも7、8秒前ぐらいかな。シャワーでネロちゃんとすれ違って、で、アーカイブから貨物の方行くときにアーカイブにおったんです。だったら僕はアーカイブ脇で右回りで見てないんで、鬼気を多分メインとかエンジンとかで湧いてアーカイブ行ってるかな。あったっけ、アルマくんとエレキで会ったのって結構前だよね多分。まあ10秒ぐらいは経ってるかな。で僕はそのままキッチンの方行ってます。ああ、なるほど。僕はそれで最後宿舎前ぐらいまで行ってるけど、なんとも言えんな。俺最初メイン展望の配線です。あ、どうぞどうぞ。あ、最初メインの左側なんだけど、除染浴びてから行ってるのね。だからオニキはもしそのアーカイブで見てそのままシャワーベインって言ってたら、エレキ行ってない限りは俺と会うと思う。俺が見ると思う、死体を。うん、工藤さんはボタンずっと待機ですか？なんか最初にミーティングに3つタスクあったんで、宿舎かエンジンか忘れたけど、どっちかで湧いてミーティングにタスク3つやって、うん、即ボタン。まあでもヌン的に無理っぽいですよね、こっちに来るのは。こっちってか宿舎側に行くのは。ヌン左にありますもんね、多分ね。あ、全然覚えてた。ああ、左だったっすね。そう。工藤さんが乗ったっすもんね。うん。でも多分、トータスさん以外から証言ってないですよね、竹本さんの。見てないな。右回りで見てない。ネロちゃんは見てないやん。いや、ごめんなさい、記憶にないわ。まあ、薄いけど、一応今回宿舎前の扉は閉まってたんですよね。
工藤村さんってミーティングまではどういう行動ですか？行くまでは。エンジンか宿舎か忘れたけど、どっちから湧いて即ミーティングです。エンジンから上がっていく。工藤さんと俺。あ、多分そうだ。トータスさんとエンジンで湧いたんだ。だから、あるとしたら、ベントとかやったら全然ないことはないと思うけど。うわぁ。いや、これどうしましょうかね。いや、もうなんか、工藤村さんするしかない流れかなって思ってんだよ。ああ、そうなんだ。まあ、次の有馬くんが難しそうってなったら、僕はでもメインの方ぐらいじゃないですか、できても。アルマさんって弾かれてるんですもんね、これ。金庫ベントが使えないから展望の方が無理だと思ってほしい。いや、クドモさん釣るしかないから、もう正直。釣るのこれ。え、だって釣らないと PP じゃない。マットいるんだから、ほぼ確実に。まあ、そう。いやー、わかんねえ。トータスさん、マットのことばっか考えてたから、アルマさんかなと思っちゃってるけど、まあ、どっちもありますけどね。情報出しで、マットも否定してほしいけどな。まあ、嘘やったらありえるけど。ほんまのことしか言ってない。どうか。アルマくんやったよ。やったよアルマくん。よし勝った。ありがとうアルマ君。ペイペイですか。アルマ君ありがとう。ナイス。よかった。あ、トータスさんの方が一歩差なのかです。奈良子さんの方が多分切ってないですよね。あ、切ってない。藤宮君。あ、下やるわーと思って。あ、そういうあれか。いや待ってる見えちゃったな。ああ。藤宮の毒が回ってた。うん。あ、しかも藤宮くんの方なんだ。藤宮くんの方が。まあ、どの道。やった。はい、GG。やったー。いや、強いよね、これは。見事バッチリ強い。いや、強いな。めっちゃマットに見えたね。わかる。あんなんクソマットだもんな。うわ、明日やるのね。そうやな。やってるなーって思って。わ、慎太郎くん来たらどうしようってなってた。いやなんかマットに見えるんだな、どっちかっていうと、うんうん、下に見えて上にそれたよりも見えるから、うん、うんうんうん、でミヤちゃんをね、キルは実際してないしね、左下キルは